まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったぞ。誰がやった？猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して。手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何の御用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか？誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。侍だ。まずい。どこにいるんだい？ユナ、イチ、生きてたんだ。何用なのさ？助けに来たんだよ。私を死なす機会、せっかく猛虎どもを酔いつぶしたってのに。こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる？まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ？私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうとユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった？イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。